かぼちゃのクッキーができました。アイシングペンでね、顔を描いてみました。初めて使ってみたんですけど、結構ね、爪楊枝で塗るんですけど、結構簡単にできます。黒のアイシングを使いました。紫とかね、いろいろあるから、なんかいろんな色で作ってみるのも可愛いかもしれません。じゃあちょっと味見をしてみます。食べてみます。一口サイズでね、食べれる大きさですね。粉糖を使ってるので、ほろほろっとして、かぼちゃの甘みがすごく優しく美味しいふんわりクッキーになってます。ソフトクッキーに近い感じですね。すごく美味しいです。かぼちゃは 60g ぐらいしか使ってなくて、1つ 12g で丸めたんですけど、20個できました。で、この模様は糸を使ってね、入れてます。爪楊枝でやったらちょっとダメだったんで、糸を使ってやりました。すごく可愛いですよね。プレゼントとかにもね、喜ばれると思います。お子さんも喜んで食べてくれると思います。もうすぐハロウィンなんで、よかったら作ってみてください。今日も見てくれてありがとうございました。バイバイ。